se nos da algo emoción.来ました。暑いっすね。始まるよ。ニュースの方はもう始まってます。はい、ねね、聞いて始まりました。沖の梅雨明けました。パーソナリティはチョンタです。この番組は FM2 台 79.2 メガヘルツでお送りしています。14時から14時55分までお付き合いください。で、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm792@fm-nirai.jp です。fm792@fm-nirai.jp です。
で、懸命に、ね、聞いて聞いてと書いて、ペンネーム、ラジオネームを忘れなく、よろしくお願いします。ね、梅雨明けました。沖縄は暑い。暑すぎ。暑い暑い。ね、もう梅雨が明けて高校野球も始まりましたね、沖縄。もう2回戦、ん？まだ1回戦か。ちょっとさっき見てたら試合が1回戦終わってましたね。よいしょ。沖縄、あれ？あれ、さっき見たページがない。ない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 。ねえ、もう今から暑くなるので皆さん熱中症には気をつけてくださいね。ということで、今日のテーマ夏パート2でやりたいと思います。ね、夏といえばバーベキューなんですけれども、っていうのは私だけか。実は昨日会社のバーベキューがあってですね、肉で肉食べてました。もちろん何ですか、ビールも美味しくいただきましたよ。ねえ、指令があって、実は20リッターのビール、オリオンビール飲んでましたけれども、すぐなくなりますね。やっぱりみんな飲んべえだ。みんな飲んべえ。何人いたかな？ 30 人ぐらいいたかな？ 17、30人近く。最近はね、皆さん飲まれない、車で来るので飲まない方が多かったんですけれども、昨日はあっという間に20リッターなくなりましたね。どれぐらい持ったか、1時間持たなかったと思うな、ね、暑いから余計にビールが進むんですよね。また酔わない。酔わないんですよ、暑くて。また風が強くてですね、海の浜辺でやってて、結構風が強くてですね、火がつかないのが、つかないかもしれないとかって言ってましたけれども、そんなことなかったですね。よかったよかった、いいバーベキューでした。みんな楽しそうで。で、指令っていうのが20リッター。今度は本社、まあ、本社は何にあるんですけれども、本社のバーベキューでどれぐらい必要かっていう。今回のね、お客さんも来てね、60人ぐらいになるんですよ。だから60リッターは必要かなと。60リッターですよ。なくなるのかな。ねえ、まあ昨日は30人で20リッターなんで40、ああやっぱりみんな飲むかな。うん、飲めるんだったらいいんですけど、なのでちょっと
購入数のいろいろ考えないといけないかなと。まあ、私事なんですけれども、で思っています。夏、パート2、夏なんだよな、もう、6月22日かな、梅雨明け、宣言が出たのは。それからね、カラッとピーカンの天気で、まあ、いいんじゃないですか、雨、じめじめよりは。で、週末ね、まあ、まだ2時なので、これから出かけられる方もいると思いますんで、イベントちょっとチェックしてみようかな。近くで面白そうなのは、宜野湾マリーナで食と雑貨の祭典ってやってますね。今日だけですね。何時までだろう。時間を書いてないな。6時まで。まあ今から行っても間に合いますね。あとは、波の上海空公園でゆいまるビーチパーティーっていうのをやってますね。小室哲哉のシェネル、豪華ゲストライブもあるっていうことですね。海空公園。これも今日まで。時間が書かれてない。あ、なんか今日は入場料が出るみたいですよ。3000円。まあ、コンサートもあるから、まあね。かりゆし、ジャッジも出るんだ。結構いろんな方が出られますね。あと気になったのがですね、北谷公園。水泳プールっていうところがあって、リニューアルしたよっていうのが載ってまして、5月2日から10月31日まで、なんか面白そうなんですよね。子供だけじゃなくみんな大人も遊べるんじゃないかな。5時半までですね。まあこんな暑い、この時間暑いですからね、水分補給しながらじゃないといけないのかな。きついだろうな。あ、ビーチタワーのとこか、茶団子。なんか面白い画像が載ってるんですけど、大きなバケツに水が入ってて、それを流してる。あ、なんか面白そう。ね、沖縄の人は海は眺めるもんだと思ってますんで。結構泳ぎの人が多いんですよね。うちの知り合いにもいるんですけれども。半分ぐらい泳げないっていう人いたかな。沖縄のくせに。でも潜れはするんです。それ泳げるって言わないの？どうなんだろう。ね。そうなの。あとは、アニソンの日。火曜悪公演。そっか、昨日今日か。これ行ってみたかったな。行ってみたかった。
そっか。今日は何時までだ。あれ？時間？6時まで。間に合わないな。間に合わないな。行きたかったな。今日がメインかな。そうだね、今日がメインって感じだね。ドラゴンボールとか影山ヒロノブさんですね。ワンピース、セーラームーン、R だったんだ。D51 が出る。ああ、行きたかったな。まあ梅雨明けたからよかったですね。多分今日も天気で、まあ、これから暑い日々が続くと思いますが、アニソンね、行きたかったな。あとは。これだっていうのがいいな。あ、やっぱり食べ物がいいね。食べ物、東北物産展パートいうだから、パレットか無地かなでやってみたいですね。あ、うまそう。この時間お腹すくんですよね。なので後で今日のおやつやりますんで、なんか久々だと思いますけど、美味しそう。何が乗ってるかって、なんだろう。絵が小さくて見えないんですよね。まあ、ソフトクリームとかモナカ、肉、昨日肉食べたからな。あと、馬師広域センターで、なんか子供たちが遊べるようなアトラクションやってみたいですね。ウルミン向かい。ここからだと沖縄来た。結構遠いな。まあ、お時間ある方は行ってみたらどうでしょうか。ということで、イベントはこんなもんかな。で、テーマの夏なんですけれども、泳げない人もいるんで、やっぱり海だよね、やっぱりな、沖縄といえば。でも沖縄の人はね、あれですよね、あるあるで昼間出歩かない、出歩くか、人によると思うんだけど、出歩く人は少ないと思いますね。まあ、この時期はあと何だろうな。6月は公休日、休みの日、旗日っていうのかな、がないんですよね。7月はあるんですけど、6月だけかな、唯一ないの。そうだね。ね、海に入る方、日焼け、あまり焼きすぎるとね、水ぶくれとかできて、まあ、内地から来られた方は結構焼くと思うんですけれども、どうなんだろうな。あれか、高校野球かな。
回99回高校野球。99回だね、うん、来年が100回。100回ってすごいよね。継続は力なりだと思うんですけれども、63チーム今回出てますね。我が母校は1回戦で負けてましたけど、あれ出てこないな。さっきのページが見たいのにリアルタイムでね、なんかもうやってたんですよ。ん、これでベスト8は決まったのかな。うちの母校はね、負けてますね。今回どこが出るかな、ね、甲子園楽しみですけど、ね、甲子園始まると道車走ってるのはタクシーか泣いちゃうレンタカーが走ってるんですよね。沖縄あるあるですけど、ないな。あれ？ないな、ないな。去年は嘉手納が優勝したのか。最近はどこが強いんだろう。注目の選手とか、まあ小学院も強いと思うけど、まあでも96回95回小学院ですね。小学校こう しょうがない。夏は高校野球、なんかねプロ野球よりもね高校野球の方が面白いんですよ。私はなんか一生懸命なところが、まあみんな一生懸命だと思うんですけれども、 なぜだろう。ね、なんか応援したくなりますよね、どっちも。あ、まだまだだね。まだまだだ。7月中旬まであるのかな。そうだね、7月中旬頃までだね。まだ1回戦が終わった時期なので、結構高校って多いんですね。沖縄63校、でも出てない高校もあるからね。なんか見たことないのが沖縄カトリックって。面白い。なんかねゲームでありましたよね、各高校。あそこのゲームだったかな、各高校の選手、うちの友達の名前もありましたけど、
くもじってやってましたけれども、面白いな、なんか楽しいことないかなって感じなんですけどね。楽しいことは自分で探す、作るがいいのかなというところ、ここで一曲、曲流したいなと思っています。曲はね、メイチェイさんが歌ってる「My Heart Will Go On」という曲を流したいなと思いますので、皆さん聴いてください。はい、ユースターの皆さんは曲流れてる間は、おしゃべりしましょうかね。で、まあ、公開が一番早いのは沖縄だと思うんですけれども、他も始まってるのかな、組み合わせだけ決まったのかな、他のところは。ここはもう負けてるからな。今回どこから出てくるかな。地震怖いな。沖縄地震少ない方なんで、でもないことはない。地震はあるんです。
メイ・ジェイさんで My Heart Will Go On でした。いいね、久々に聴くと。で、曲が来たところで今日のおやつ、じゃん、これです。定番ですね、じゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこ。今日のおやつはじゃがりこです。ちょっと開けてみようかな。うまい、うまい。サラダってあまり定番だけど、うまいね。皆さんの3時のやつよく食べられるんですかね。私はあまり食べません。でもね、もちろん食べたくなる時あるんですよね。あのお菓子、なんか夜中、危ない時間帯ですけど、夜中2時とかに目覚めてお腹空いたなーっていう時があって結構あるんですけど、食べてしまうんですよ。で、そこで今実はダイエット中でして、まあ、簡単に痩せる方法ないかとっていうのを探してると、面白いのがありました。加圧シャツとサプリメントがありまして、それで今ダイエット中です。でも加圧シャツでは気持ちの分子がすいません、残念なことに。ただね、あれなんですよ、締め付けられるんで、なんていうのかな、締め付けられるんで、新陳代謝が良くなったかなと。10分歩いただけで汗がダッと出てくるんですよ。で、痩せれればなと思ってるんですけど、1回目はね、3キロ落ちてました。2回目体重計乗ってないんですけど、ちょっとそろそろ乗ってみようかなと。一応続けて5月1日から始めたんで、もう約2ヶ月なのかな。2ヶ月ぐらいだね。で、どれぐらい痩せるかと、ちょっと楽しみなんですよ。結構ね、ベルトがね、ゆるゆるになってきてて、もう穴を増やさないと、一番最後の穴までいってるんで、結構痩せるんじゃないかな。まあ気持ちの分痩せればいいかなと思ってるんですけれども、でも目標はあと10キロ落としたいなって言ったら、どれぐらいかっていうのがありますけれど、10キロは落としたいね。皆さんどれって痩せてもかな、やっぱり運動しないとな、多分ね、ダメだと思うんですよ。それは自分も分かってるんですけど、でもね、ちょっと事情があってですね、医者に激しい運動は止められてるんですよ。でもウォーキングぐらいだったらね、全然大丈夫なんですけど、今そのウォーキングする時間がない。時間を作るものって言うんですけど、
朝早いし夜帰りも遅いからできないんですよね、残念なことに。どうにかして痩せないといけないな、ちょっとやばいんで。忙しいんですよ、メール見ながらなんで。来ないな、誰かメールしてくれないかな。そっか、メンバーにお願いすればいいかな。ということで、今日のおやつ、じゃがりこなんですけど、じゃがりこ、これです。3時のおやつでした。後でゆっくり食べようかな。今夜お腹すきますからね。あ、おいしいおいしい、お腹すくな。昨日はバーベキューで肉だけしか食ってないので、のんべえでしたけれども、結構飲んだの。でも夏って言ったらもう海といえばバーベキューしか思いつかまないな。さっきもイベントでありましたけど、波の上の海空公園でビーチパーティーがあるということで、お話ししましたけども、やっぱり沖縄でいうとビーチパーティーかな。ビーチパーリー、あとね、3回ぐらいあるんですよ、ビーチパーリーが。3回がね、そうだね、隔週であるな。そうだね、隔週である。おー、結構あ、なので、そう、7月の入った16日はちょっとお休みしようかなと思ってます。どうしよっかな、ちょっと予定見ないと分からないんだよな。ね、そう、夏は海なんですけど、まだ今年は海にも入ってないです。去年も入ってないな。最近海に入るってことはないですね。皆さんどうですかね。見てるだけだな、海。今日もここにチャタニライセンターに来るときに、ゴアチ海沿い走ってきたんですけれども、綺麗だね、やっぱり。まだまだ沖縄本島も海は綺麗だ。そう、昨日行ったところのバーベキューの海も、もともとは泳げないレベルの汚さだったんですけれども、改修工事とかいろいろやって今は泳げるようになってます。綺麗になってました。まあ、場所は名護の二重石のビーチなんですけれども、でこの年になると泳ぎに行けないのかな、行かないのかな。みんなどうなんだろう。
うちのメンバーたちは泳いでたかな。でも飲んで泳ぐと危ないんで、それだけは皆さんやめてくださいね。飲んで泳ぐと危ないんで、それはやめてくださいね。泳いだ後に飲んでください。ドライブもいいんですけど、昨日20リッターはなくなったのがちょっと驚き。余るかなと思ったんですけどね、余らなかったですね。どうなんだろう。本社のバーベキュー心配だな。70名近く来る予定なんで、さすがに20リッター1缶だけだとダメなんで、40、60。60リッターかな。なくなるよりは余らした方がいいんだから、いいと思うんで。飲もうかな、飲まない行こうかな。皆さんどうなんだろう。あ、あとあれだね、ビアガーデン。沖縄ビアガーデンってないよな。どっちかというと。沖縄でビアガーデンってあるところってどこだ？どこだ？どこだ？一応パレットの上にあるんですけれども、そこはもう行ったんで、あ、やっぱホテルになるのかな。しかないな。東京だとね、ビアガーデンあちこちあって楽しかったんですけどね。あ、マジでないね、沖縄は。あ、ない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 。ないね。やっぱりビアガーデンというのはバーベキューですね。出てくるの。海のそばでっていう。やっぱり海は見るもんだ。ね、見るもの、見るもの。海に入る機会っていうのは、ね、なかなかないんですが、やっぱお腹すいた。じゃがりこ食べとこう。ぱりあれだね、バーベキュー
だね、沖縄。梅雨明けで 失礼。梅雨が明けて、まあ、ビールの美味しい季節になってきますけれども、沖縄にはビアガーデンがないのが分かりました。るっちゃあるんだけど ホテルなんだよな、大体。そうだね、ホテルだね、海のそば。ちょうどこの間、なんだっけ、ヘリオスパブっていうところに行って ビール飲み比べしたんですけど、誰と行ったんだっけな。ああ、ちょっと知り合いになった女性と行ったんだ、ヘリオスパブ。よかったよかった、いろんなビールの種類があって、全然テイスティングっていうのができて、6種類飲みましたけど、全然違うね。よかったよかった、あれはいいなと思った。あれはよかったな。やっぱり沖縄では、ビアガーデンはちゃんとしたのってな、失礼かな、パレットぐらいかな。ね、そう、パレットの上で、うちのね、もう一パーソナリティのサラさんがライブやってましたけれども、今度いつかな、明日かな。今日ね、ちょっと体調崩して休んでるんですけれども、やっぱり声使う仕事してる、声、喉使う仕事してるから、体調管理も大変だろうなと思いますけどね。私の声ってどうやって聞こえてるんだろう。 一応ハスキー声、ハスキーなりきれてないハスキー声なんですけど ああもう 特徴ある声ってよく言われますけれども。 昨日からね、なんか喉の調子がね、おかしいんですよ。あ、飲みすぎなのかな？酒焼け？酒焼けかな？でもビールしか飲んでないもんな。まあビール等じゃないですけど、ビールは結構飲みますよ。
ね、ビールとの人はずっとビールでいけるって言いますけど、ビール飲むとあれなんですよ、お腹いっぱいになるじゃないですか。なのであまり、まあ1杯目は確かにビールの方がうまいんですけど、2杯目3杯目はもう島に行きますけどね。なんか私が喋ると飲みの話しかないね。もう一個もあるんですけど、ワインバーがありまして、結構良かったです。何が良かったって、これそっちもテイスティングっていうのができて、まあ一杯500円ぐらいで飲めるんですよ。そんなので飲めるんだと思って。もっと高いかなと思ってましたけれども、そうでもなかった。ジュク堂の近くにあるんですけど、よかったよかった、また行きたいなと思ってます。そう、金曜日飲みに行ったから、だから土曜日はきつかったんだな。でもワイン3杯、4杯飲んだかな、4杯ぐらいなんで、そんな酔っ払ってもいなかったし、まあ私は白派なんですけどね、どっちかの一緒に見に行った人は赤派、白より赤が好きと。赤も赤で美味しいんですけどね。夏といえばビールだな、やっぱりな。おう、あと6分。もう6分しかない。ということで、ここでもう一回メールアドレス紹介しとこうかな。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm792@fm-nirai.jp です。fm792@fm-nirai.jp です。懸命にね、聞いて聞いてと書いて、ラジオネームも忘れなく送ってください。いつでもいいですよ、送るのは。送ることに意義があるので、待ってます、気長に。高校野球だな、あとはな。でもまだ1回戦が終わったところなので、7月16日まで続くみたいです、沖縄県大会は。でも早いよね、7月16日って。他のところは今、梅雨時期で、今からなんだろうな、多分。今回はどこが出てくるかな。風なかな。なんか未来効果も未来置き。負けてんじゃん。なんかよかったって言ってましたけど、未来効果だ。ごめんなさい。勝ってますね。また負けてる、未来効果に。今からだね、面白くなりそうだね。高校野球。
久々に、エンディングの曲は男だけの時の曲、ダフトパンク、ペンタトニックスが歌ったやつだな。それを流そうかなと思ってます。先週は松本さん、浩平さんが来てゲストで来てもらいましたけれども、またね、いろいろゲストをうちも呼びたいなと思ってますんで、まあ、第2弾の、チャイさんちょっと調整して呼びたいなと思ってます。まあ、面白い話が聞けると思いますんでね。サラッチが会って話したいって言ってましたけれども、ね、ゲストいっぱい呼んで楽しい番組にしたいなと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。もうあと2分、なんかぐだぐだ喋ってる割には時間過ぎの早いですね。ちょっとね、本の方で地震とか多いみたいなので、昨日京都2回集めましたけれども、皆さん気をつけてください。気をつける、備えるって言った方がいいのかな。気をつけるのは、気をつけてもね、事故る時は事故るし、だから備えるって言った方が正しいのかな。ね、頑張っていきましょう。梅雨も明けましたし、これから沖縄夏本番です。水分補給をこまめにとってね、脱水症状を起こさないようにしてくださいということで、2時55分まで付き合ってもらってありがとうございます。これで終わりたいと思います。それではチャオー。